フランクフルター・アルゲマイネ・タイトゥングは1949年11月1日に設立されたドイツの新聞社。ドイツの日刊誌として中道右派の論調が知られている。発行部数は約36万部。社名はフランクフルト総合新聞を意味し、本社もヘッセン州フランクフルト・アム・マインに設置されている。日曜版はフランクファーター・アルゲマイネ・サンタグ・シートン。 第二次世界大戦中の1943年に発刊禁止となったフランクフルター・ツァイトゥングの後継者として第二次世界大戦後に復刊された。戦前にスパイ事件で日本を侵犯させたソ連のスパイであるリハルトゾルゲはフランクフルター・ツァイトゥングに寄稿する記者として情報活動をしていた。フランクファーター・アルゲマイネ・ツァイトゥングとは日本語に直訳するなら フランクフルト一般新聞となるが、日本では、外伝等として氏名が紹介される際には、アルゲマイネは、一般、総合という意味のドイツ語のため、ドイツ一般新聞、フランクフルト新聞などと訳されることがある。一般的には、フランクフルターアルゲマイネ・タイトゥングもしくは単に、フランクフルターアルゲマイネと言語をそのまま発音、もしくはカタカナ表記して呼ばれることが多い。一般的に、 中道派系の新聞社として認識されており、移民や宗教問題について保守的な姿勢をとっている。即位の例や大上祭が終わった直後、1990年12月3日、付け社説で日本は本当に民主主義的になったのだろうか。日本では民主主義という概念が西洋とは違った理解のされ方をしているということだ。自分の都合のいいように理解する。 実利主義的な考え方が政治や日常生活を特徴づけていると批判していた。2006年、イスラムを侮辱したとされる記事のため、エジプトにて当該記事の差し止めを受ける。2008年11月にも再び、ムハンマドの漫画の掲載によって差し止めを受けている。2012年11月、スペイン経済危機の際に、スペインからの移民に反対する姿勢を取ったため、 スペイン国内にて強烈な批判を受けた。2015年4月2日、東京特派員を務めていたカルステンゲルミスが、安倍政権が歴史の修正を試み、韓国との関係を悪化させているうちに、中韓が接近して日本は孤立するという内容の記事をめぐって、日本の外務省から圧力を受けていたと、日本外国特派員協会のコラムで告白し、論理を呼んだ。 なお外務省は事実関係の誤りについて申し入れをしただけで圧力などではないとしている。日本の政治に対しては民主党政権に好意的で自民党政権には批判的である。フランクフルター・アルゲマイネ・ツイトゥング氏の論調が安倍内閣に批判的である理由に関して前述のカルステンゲルミスは安倍首相の歴史修正主義に対しては常に批判的な立場を貫いてきた。 ドイツでは、リベラルな民主主義者が他国への侵略の責任を否定するなどということは信じられない諸行とみなされるものであり、故に、もし、ドイツにおける日本への親近感が薄らぐようなことが起きるとすれば、それは、メディア報道のせいではなくて、ドイツ人の持つ歴史修正主義への反感から来るものである。としている。2019年には、日韓の対立において、 両国が共に外交的対立に貢献したが、韓国の方により批判の余地があるとの立場を示し、文在寅大統領は国内の政治的状況のために日韓慰安婦合意を破棄したことが原因と批判した。また、韓国政府は1965年の合意で決まっていた仲裁裁判所で問題を解決しようとする日本の実用的な期待を韓国は拒否したこと。 日本政府や日本国民の多数派は謝罪、保障後も絶えず新しい要求をする韓国を相手に、することに疲れていることを指摘した。問題の背景について、左派民族主義的な韓国政府と大統領は短期的に日本との関係悪化による支持率上昇で国内の厳しい経済状況、政治的混乱を打開するために役立つが、 外交的にどうもできなくなったと指摘したと報道した。韓国側の対日姿勢にアメリカは起こり、中国は西側同盟国の分裂に喜んでいると指摘し、文大統領が北朝鮮からの脅威に対応する共同戦線を弱体化して、最終的に北朝鮮の比較化を困難にすることが最大のリスク原因とする記事を掲載している。t w a s A.Urapianized Public Sphere? コンリングポリティカルアクターズザメディアイン・ジャーマニー。センターフォーヨーロピアン・スタディーズ。2014年12月19日、閲覧。AB 日本国語大辞典。デジタル大辞典。生戦版。フランクフルター・アルゲマイネとは。コトバンク。2019年9月12日、閲覧。フェアリス、トム、ラガルド氏、ECB での初仕事は、ドイツの取り込み。WSJ ジャパン。 2019年9月12日、閲覧。ゾルゲの紹介には、フランクフルターツアイトングの東京特派員だったという記述が散見されるが、ゾルゲ逮捕後の1941年11月に、新聞社がドイツ外務省に出した書簡で、日本の支局代表者は、ゾルゲとは正式な特派員契約を結んだことがないこと、百三十六年三月に、ベルリンの編集長宛に、 ゾルゲから手紙で、売り込みがあってから寄稿者として利用したことを、記している、t インパクトオブブラスファミローズオンヒューマンライツフリーダムハウス、2013年9月29日、閲覧。であ、スピーゲル移住、オンイスラームバンドインエジプト。フランス24、httpwww.france24.com、en、2008万402でアスピーゲル移住。 イスラームバンドエジプトエジプトジャーマニー2013年9月29日、閲覧。アウメンタエルレチャズワイテモア、エーラアバロンチョ、デーエスポニオリズイエヌワレイモニア、エルムンド2013年2月26日閲覧。アサヒ新聞研究、イアンフ問題、虚偽情報のルフ重大な責任と、盗作ザックザック2015年7月1日、え私が、 中国のスパイだって、ドイツ紙の東京特派員が、安倍政権から圧力を受けたと告白ハフィントンポスト2015年4月10日、5年間を振り返って、日本外国特派員協会解放誌、ナンバー1新聞ウェブ版、2015年4月1日、日 VS 館、6、news.naver.com、2019年9月12日閲覧、ありがとうございます。